さあ今日はですね、アルファロメオだよなんですよ。昨日は実はね、マツダ2だったんですけど、大阪かすったっていうのかな、大阪をスパーンとかすりまして、出てたんですけど、今日はなんとアルファロメオで、大阪行き、どっちみちね、月内に一回行かなあかん用事があったんですよ。で、台風のことがあるからね、昨日は別件やったんですけど、今日はアルファロメオで、登場でございます。で、ちなみにですけど、買い物も買い物には行くと思うって言い方が当たってるのよ買い物には行くと思うねけど、もうそろそろ買わないかな。よほど珍しくない限りはちょっと買わないかもねっていうところでございます。で、ちなみにですけど、帰りは多分遅くなるね。昨日の松田がね、松田の乗ってる人で申し訳ないんやけど、峠道松田で走ってて、実は峠道松田で走ってて、残念なことがありまして、ちょっとね、私もショックを受けておりまして、松田の車の能力値についてね、ちょっと疑義があるっていうところで、今日はね、アルファロメオの、ガソリン満タンにまずしたい。ガソリン満タンね。で、ガソリン満タンにして、用事済まして、で、行きか帰りに、ちょっと買い物だけ寄って、買い物だけ行って、帰ってくるみたいなね、ところで、ございます。はい。無事ね、パーツが、確認できて、いいものを買えたらいいな。昨日実はね、出かけた理由の一つが、買い物があって、で、それを買うために出かけたというのもあります。で、実際は昨日やな、その買ったやつをどうしようかと思ったんやけど、ちょっと遅かったせいと疲れてたっていうのかな。久しぶりにね、ダメージが体にダメージが出ましてね。で、ちょっともう昨日何かすることはもうできなかった。で、今日も朝起きまして、ペットにご飯やる、昨日話してるんですけどね、ペットにご飯やる、僕はね、猫と犬にご飯やるのだけが今の、ごめん、ちょっと切るわ、オーディオ。オーディオ切るわ。ペットにね、ご飯をやるためだけに生きてると。正確にはね、ペットにご飯やりたいから生きてるみたいなとこはあるんですけど、それ以外になんかね、やらなあかんことっていうのはもうないのよね。ない。何もしなくても、一日が終わるからなんですよ。何もしなくても一日終わるから。で、無駄に、日にちだけかかってね、生産性がないと。ところです。昨日はなかなかね、ちょっとね、調子が途中から悪くなってきまして大阪出てる途中から調子が悪くなってきて、で、さらになんですよね、さらに追い打ちをかけるかのようなことがあって、で、結果残念な状態になって、で、帰るのが遅くなった。
12時までには帰ってんねんけど、まあ、猫のご飯が圧倒的に遅れた。でそれについては申し訳ないんで、今日の朝かな、朝からあのマグロ、猫のいつものレギュラー猫餌に、レギュラーの猫餌に、マグロを、短冊を2枚、マグロ短冊を2枚あげまして、一応ね、あの猫のご飯はね、猫にあげてる肉とか魚はね、猫にあげてる肉とか魚はね、一応たまに質問があるんですけどね、あげてるのは火を通しておりません、火を通しておりません。な、理由も言っときます。人間が食べるものをあげてますんで、私人間にあげる餌をやってますんで、ちなみにですけども、人間にあげる餌をやってますんで、食べ物は生でやってます。はい、今日もマグロは本当は僕が食べてもよかったんですけど、ちょっとこのところ遅かったりする時があるんで今日あげました。だからおそらく今日帰るのがちょっと遅かっても、帰るのが遅かっても多分、文句は出ないと思います。さあ行くで、アルファロメオ、前のダンプが変なとこで、お前またお前、セロ、いつまで何をやってんねんみたいな。もうここのトンネルしょっちゅう工事やってんで、かといってこのトンネル、ここのトンネルなかったら、あの27号線からガーンで回らなあかんねん、これ。そんな車も来えへんのにやで。車来えへんかったら止めてこっち行かしゃええのにやで。青みたいに後ろずらー並ぶねん、もう。これ人間じゃなくて機械やで。信号みたいなやつでやってるんやってわかるで。人間がやっててこんだけ車来えへんんで。行かせろよって言うねんな、ほんまに。頭悪いね、ほんまこれ。はよせえや、もう、ほんまに。後ろ車使えてんの見えてんねん、多分、ガードマンが。後ろも7台から8台ぐらい止まってるもんな、後ろ。
やっと来たで、ほら。しとんねん、お前。怖いねん、またここな。前にも一回あったでしょ、バイクの時に行けって言うから行ったら前からトラック突っ込んできて、危うく当たるところだったこともあったぐらい、ここらの人間はほんまに頭悪いね。しょうもないことやんねやって、夜中にやれへんねんな。夜中も迷惑やけどな。夜中も全力で走るときにこれブレーキ踏まなあかんねんな。大概やけど、それはさておきや、衝撃のマツダ2やったやん。でも昨日帰ってきて、マツダ2やな、一応500キロぐらい走ったんや、オドメーター読みで、メーター読みで500キロ超えたんやけど、昨日帰ってきた時にちょっとあまりのショックさにやで、マツダ2あまりのショックさに、シャア専用オーリスやな、シャア専用オーリスと入れ替えたっていうのを前後マカカカカンでもシャア専用オーリスしかないやんみたいなところで、シャア専用オーリス前にしてマツダ2奥にしまったっていうのをあまりにちょっと問題があったから、最近この田舎道走ってる車がね、左に寄ってくれんねん、なんか知らんけど、後ろ追いついたら結構ね、な確率追いついてくれんねん、追いついたら避けてくれんねん、なんでやろうな、なんかあったんかなっていうぐらい無理しないっていうの。嘘やんみたいなことがあったのよ、マツダ2で。ちょっとね、マツダのディーラーに今日行こうかなと思ったぐらいで、マツダ2の件でディーラーに行こうかなと思ったぐらい、すごかったね、峠道が。さあ、僕はプロのレーサーでもないのにやで、ね。プロのレーサーでもないのに、もうこういうところでね、限界点を突破するぐらいのギリギリっていうのを、スピードもそんな出てるはずじゃないのにやで、ちょっと厳しかったな、うん、これ今こうやってスーッと走ってるやん、やっぱりね、ま、アルファロメオの何アルファロメオのやっぱりハンドリングの良さがね、ここに出てんねん、やっぱりこういうとこでもそうやねんけど、あ、ごめん、真ん中ちょっと踏んだけど、ハンドリングの良さがね、ここら辺出てんねんって、すごく、うん、シュッといけんねんな、これ。昨日、マツダ2はね、マツダ2、エンジンはね、ディーゼルエンジンでね、まあまあ、直線はパワフルやねんけど、コーナーに入った途端ね、コーナーに入った途端ね、驚くべき現象になっててやで、でも今日は連チャンやな、連チャンでマツダ通過って思いきや、いやいや、もうあかんかんと、かといって今日はシャア専用オーリスで、いや帰りがやばいやんって、遅くなった時にね、帰りが遅くなって夜になった時に車に不安がある状態で峠道は走られへんから、で今日はね車検上がりのこのアルファロメオが、登場なんですよ。俺かなんねこれ、ほんま、あ、こんなに違うんかと思うぐらいすごかったもん。見たい方は限定配信で見せてあげてもいいけど、こういうカーブあるじゃないですか、こういうカーブで思い切り踏み込んでカーブに入ったら、さすがね、完全に沈んでっていうの、さすが一番下までね、沈んだ状態で、柔らかい線もあんねやろな、車が傾いた状態でアクセルね、開けることもね、
アクセル緩めることもできひん状態で峠道ずっと走ってたっていうのすごかった。もう右に左に斜めになってる状態でマツダ2がエンジンだけはまあ強力まあまあ強いからガーっていくねんけど、で結果ね、あのどうなってんって言ったら、峠道が終わる前に久しぶりやけど、あの有料道路未納有料っていうのがあって、あのショートカットできんねんな。で未納有料走って、結果どうなってんって言ったら、車酔いして自分で自分の運転してる車で車酔いして、で用事済ました頃にはね、もう疲れ果てたっていうので、帰りもだから多かれ少なかれ大阪からこっちの田舎に帰ってくるまではどこかの峠道走らなあかんから、でもう車酔いして吐きそうな状態で帰ってきたみたいなマツダには期待してたんやけどな。で一回ちょっとディーラーに行って、マツダのディーラーでもうちょっと足回りをね、足回りを強化してもらえへんかったら、到底ね、この峠道をね、これ今まあまあ前はダンプやからあれやけど、とてもじゃないけどもうちょっと難しいでっていう使い勝手使い勝手が、マツダの車に疑問点が湧いたっていうの、ハテナマークとびっくりマークがいっぱいついたっていうの。昨日は特に日曜日やったせいもあってんけどな、日曜日やったせいかオートバイもたくさん走っててよ。でオートバイもたくさん走ってたから余計にやねんけど、オートバイを突っつくことになんねんな、後ろから遅いオートバイ、遅いオートバイに追いつくんやんか。マツダ一応追いつくねんけど、追い越されへんねんな。足回りが足が柔らかいから、こんなカーブでもヨレヨレヨレって一回ねヨレ出したらもうこんな左右にもうヨレんねん、ずっとちょ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 っととか言って、この辺ぐらいでもすでにちょっとちょっと言うてたもんな。いやー、そら悪いけどね、昨日のマツダの惨劇やな。オーリスもオーリスで出た時も同じこと言ってるはずやね。前が重たい前が重たいってオーリスも言ってたけど、マツダはまた違ったところに問題があって、昨日ももうヘトヘトやで帰っていたら、このねアルファロメオはねバネサスやねんな、バネサスやねんけど、このマツダ2のバネサスですらね、この方がマシやもんもんな、峠道走ったら。バネサスのこれスポーツサスかなんかが専用ホリーと一緒にスポーツサスがついてんねんけど、やっぱりこっちの方が足回りがね峠道はしっくりくんねんで笑いながらやけどほんまそうやで。昨日もだからオートバイやな、なんか大きいか小さいか分かれへんオートバイ4台ぐらいでここで渋滞作ってねな、60キロぐらいで一気にね4台ごぼう抜きとかするときはごぼう抜きできんねんけど、カーブに入ったらね追い越しがかけれるほどねサスペンションに余裕がないねんて。マツダ2は足回りに余裕がないから、峠道で追いついても追い越すときにこっちもねフラフラの状態で抜きにかからなあかんのがね正直ちょっときついんちゃうかなってきつい。オートバイやったヤマハのトリシティがそうやねんな。ヤマハのトリシティが僕が乗って峠道走ってたら片輪浮きよんねんな、前輪が前の車輪の片一方がね浮きよんねやんか。なんやねんこれとか言いながら、おーいとか言うてやってたんか、そのままズバリや。ちょっときついな、きつい。この辺でね
回りがガタ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 ってこうなるやんか。このねガタ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 ってなってんねんけど、タイトな峠道になったらね、この変なとこでガタ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 が、バシッと収まんねんて。でハンドル切ってカッと曲がっていけんねんけど、松田も全然曲がれへんかって、二郎全く曲がれへんかったっていうので、曲がれへんだけやったらええんやけど、サスのサスペンションのストロークが、サスのストロークがね、もう完全に前やな、前の右と左で一番下まで降りてんやろな、パネのストロークが完全に降りてる状態やから、もうねそれ以上もう曲がれへんねんて、車が車が曲がれへんねん。んで大きいオートバイ抜きにかかるやんか。オートバイ4台から10台ぐらい追い抜くねんけど、追い抜いた後ね、引き離すことができんやんか、足回りが弱いから松田通はやってくれたなみたいな感じで。んでけどね、ディーゼルやからエンジンがね、峠道でねバンバン飛ばしててもガソリンが減れへんねんで、あれはね驚異的なね、高燃費やで、マツダのディーゼルは。昨日は帰りに寄り道したとこで、見たら、もう その人もびっくりしとったんやん。あれ浅井さん車また新しく買ったのんとかって言うから、いやいやマツダは最初から買う予定やってんって言って、一番最後に来たけどって。でエンジンがディーゼルエンジン積んでんねんって言ったら、ディーゼル積んでんのんって、日本車でディーゼルってあんまないんじゃないのって言って、特に乗用車で、言うかそうやねんって言って、僕もだから興味があって買ってんねんけど言って、見てって言って、その時オドメーター430キロぐらいやってんけど、残れる残やな、残走行距離見てみって言ったら、430何キロに対してあと走れる距離っていうのがね、460ぐらいさせてんねん。だからガソリン満タンにしたらマツダのディーゼルやったら1000キロ走るんちゃうのみたいな。1000キロ、1回の給油で1000キロ走んねんで、ハイブリッド以上に燃費ええやんみたいな、特に軽油やからね。んで、で、乗った感じどうなんて言うから、その、ありのままやな、こんな感じやねんって言ってたら、ちょっと足回りは固めにした方がええんじゃないのみたいな。足回り。特にフロントやな。フロント部分はもうちょっと固くした方が、やっぱり同じこと言うねんな。で、今日はもう、アルファロメオやな、これ。どうかと思いますよみたいな。タイヤがねちょっとやっぱこれね225ぐらいのタイヤ入ってるのかな。2リッターで225いったらまあまあ太いね、18インチで。しかもだからこのギャップをね拾うのやな、これギャップが。けどね、バネサスにしてはね、非常に強い足回り、僕も車検の時に下ろしてんのを見てんけどね、車輪を、まあまあいい足回りやったで、がっつりと。で、今日はアルファロメオやないし、荷物も下ろしたい、ゴミをね、下ろしたい、実は。ゴミ。行儀はいい車になってる代わりに個性が全くないね。
今のアルファロメオは個性がないね。で考えたらやっぱこのぐらいのタイプのアルファロメオの方が個性があるわ、うん、ある。こんなところでもさ、日本車やったらハンドルな触りながら曲がらなあかんけど、アルファロメオやったらワンアクションでもうそのままハンドルグッと切ってる状態でシュッと曲がっていけるもんな、アクセルのオンオフで、うん、こんなんじゃやな、アクセルだけで曲がっていけるもんな。最低限のハンドル回路で、回れるのはすごい旋回性がいいっていうの。